あっという間ですね。もう3年も経ってることがびっくりです。そうなんです、もう3年なんです。そう、恋愛禁止条例公演でやってから。早いですね、本当に。そう3歳、そうです。劇場公演3歳。ちょっとややこしくない？そう、3歳になりました。3歳って最初見た時何のことかと思ったけど、あれですね、確かに3歳です。そう、劇場公演最初は、そう、恋愛禁止条例でも、まだ恋愛禁止条例公演と2番目のドア公演と、あの今の恋ラブ公演の3つ変わるぐらいしかやってない。あ、でも、あ、ちょうど1年に1回ぐらい変わるんですかね、じゃあ。そう、3世代他の主に出させていただいてた公演がその3つだったので。そうですね、大体だからそれぐらいですかね。でもね、確かに、そっから考えるとめちゃめちゃいろんな公演やらせていただいてますね。けど、ね、恋愛禁止条例公演して、2番目のドア公演して、 N プライドもしたし、誰かのためにもしたし、ナンバーアイもしたし、で、告白の空砲公演で、今の恋ラブ公演で、数えていいか分かんないけど Will be idol 公演一回だけ、幻じゃないか、やってるから、そう、それを入れたら8公演やってます。嬉しい、こんな数えたら8個も7個やっか正しくは7個やけど、夢逃げ公演もそうや、夢逃げ公演も9個ですね。めちゃめちゃありがたい。確かに一番大事なの数えてなかったけどね、9公演嬉しい。ね、忘れちゃいけない大切な公演やのに。夢逃げ公演も、もうね、最近、そのこの前、その初夏のやつでドラさんとロッキーが集まった時に、みんなでまた夢逃げ公演やりたいねって言ってたところだったんですよ。そう。で、なんか誰やったかな、ケイトがコトちゃんと一緒に夢逃げ公演に出たことがなかったらしくて、それがこの前判明しました。出たことないねんってコトちゃんが言ってて、そういえば確かにそうやなっていう話をしてました。夢逃げ公演も、そう、ずっとやりたかった、もっとやりたかった。もっとやりたかったです。確かに。オネストマンとスクラップ&ビルドは、今もやってますね、最近でも。夢は逃げないも、コンサートとかでね、最近、ちょっと前、コンサートでやること多かったし、意外と、
できてるから嬉しいけど。そう、やり、もっとやりたい夢に聞こう。けどね、夢逃げ公演でユニットとか、もうもっといろんな、本当はもっといろんなポジションやってみたかったんですよ。多分夢逃げ公演自分のポジションしかやってなくて、だから本当はもっといろんなポジションやってみたくて、ユニットももうめちゃめちゃいろいろやりたくて、なんか公演の裏とかに映像があるんですよ。それを見ながら一緒に踊ったりとかして、なんとか覚えようって覚えてました、裏で。そうねえ、そうなんですよ。だからでもね、ピークも好きやったから、なんかピークもやりたいけど他のもやりたいみたいなそう、ピークもやってめちゃめちゃ早く着替えて違う曲もやるみたいな、やりたかった。何のユニットしてみたいかな。でもカップリングウィズだったかな、やりたくて、三輪の君の、そうそうです、そうです、君のカップリングウィズ、なんかしましまの帽子のカラフルな衣装を着るんですよ、それ着てみたくてやってみたかった。バードはもうめちゃめちゃかっこいいイメージやったから、なんかその時はもう見る、バードは見るのに楽しんでました。かっこいいっていうのを見て楽しんでた。そうです、そう。でもまあ2番目のドア公演とかは割とユニットも5回以外のユニットも全部やらせていただいて、そういろいろやらせてもらったので嬉しかったですね、それは。こんな感じです。ね、大阪魂もめっちゃ出たい、見た瞬間に出たいって思いましたまあ大体どの公演も思うけど、めちゃめちゃそう、確かにキュンマートから IP が出てましたね。結構しんどいらしいですけど、出てみたいっていう感じで、これからも劇場公演頑張りますですので皆さんぜひ見ていてください。そろそろお時間だということで、ランキングを発表して終わりたいと思います。めちゃめちゃ急になっちゃったんですけれども、申し訳ないですね。では、13位からランキングを発表します。13位、ペペさんありがとうございます。12位、シャマさんありがとうございます。11位、たこ焼きうまいさんありがとうございます。10位高槻のすうやんさんありがとうございます、9位やしちさんありがとうございます。8位ケイティふがしさんありがとうございます。7位ササキングさんありがとうございます。6位ロンさんありがとうございます。5位さやまるさんありがとうございます。4位ガチのつりしさんありがとうございます。3位さりゅうさん、お、公演デビュー3周3周年おめありがとうございます。2位はかずみさんありがとうございます。そして1位がカフェオレさんです、ありがとうございます。
とうございます。それでは次の公演はあさって6月8日こうしても見えないですよね。こっちでした間違えた、こっちです。8日、6月8日恋ラブ公演をぜひぜひ皆さん見てください。見てください何してんだよ。ぜひ見てください。きっと見つかる恋してラブしてキュンマート公演、恋してラブしてキュンしてくださいそう、アンジュちゃんもね出てくれるので見てくださいそれでは皆さんおやすみなさい。明日からも頑張りましょう頑張りましょう。おやすみなさい。見に来てくださった皆さんと、コメントしてくださった皆さんと、スペシャルギフトを送ってくださった皆さんと、ありがとうございます。ありがとうございました。こんな急な配信を見に来てくださり、それではまたおやすみなさーいさようなら。めちゃめちゃ急になっちゃったけど、急で短い配信をすいませんでした。そしてありがとうございましたおやすみなさーい。またねおやすみなさーい。ちょっとまだ長かったですね